スロボダンプラリャックは、ボスニアヘルツェゴビナ紛争において、クロアチア防衛評議会の幹部を務めた人物。日本語では、表記揺れがあり、他に、スロボダンプラリアック、スロボダンプラリャックといった表記がある。紛争中の人道に対する罪により、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で、禁錮20年の判決が下され、私は、 戦争犯罪人ではないと叫びその場で、服毒自殺した。判決から毒を煽るまでの一部始終は、エクティのウェブサイトとバルカン半島で生放送され、世界中に衝撃を与えた。スロボダン・プラリャクは1945年、チャプリナで生まれた。1970年から1972年にかけて、ザグレブ大学で4個の学位を取得し、 紛争以前の1970年代から1980年代には、哲学や社会学の教師、演劇の演出家、テレビ映画やドキュメンタリーのプロデューサーなどをしていた。1991年にユーゴスラビア紛争が起きると彼は、クロアチア軍に加わり、同年に少々に昇進した。また、1993年には、クロアチア防衛評議会の司令官となった。 紛争の終結後は、実業家をしていたスロボダン・プラ略は、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で人道に、対する罪に問われることになった。2004年には、ハーグにあるエクティの法廷に出頭したが、この時は仮釈放された。だが、2012年に再度収監され、2013年に、禁錮20年の判決が下された。2017年11月29日、 上訴審判決で禁錮20年が確定するとスロボダン・プラ略は戦争犯罪人ではない。私は法廷の判決を認めないと言い,い、裁判官の制止を無視して小瓶に入った液体を煽った。審理は中断され救急車が呼ばれたが、彼は搬送先の病院で死亡した。11月30日、オランダ検察庁は彼の飲んだ小瓶から致死毒が検出されたと公表した。 12月1日、オランダ検察庁は、彼の血液からシアンカガリウム、いわゆる生産カリが検出されたという正規検視結果を発表し、声明で、生産カリによる心不全が死因だろうと推定を述べた。彼の死後数週間にわたり、クロアチアとボスニアでは、クロアチア人が彼を叩いて、街の広場で花をむけろうそくを灯した。プラクは、出身地のチャプリナでは、 英雄史されており、死後には、プラ略の中央広場で数百本のろうそくを使って、プロリャックの名前が描かれた。モスタルでは、彼の死から数時間後に、ボスニア人のムスリムが住む東部とクロアチア人が住む西部の境界線上で警察が警備に当たり、また当日の夜遅くには、プラ略を支持する約1 0 0人のクロアチア人が広場に集まりろうそくに火を灯した。 12月11日には、クロアチアの首都ザグレブでプラ略を称える式典が開催されて約2000人が参加した。スロホダンプラ略は、フラニョトジマン大統領と最終目的を共有していたとされ、1992年から1995年にかけてモスタル市で発生した戦争犯罪で有罪となった。彼は当時モスタル市の包囲に関わっていたのだが、 1993年夏にプロゾールで兵士らがムスリムを次々と拘束していたこと、また国際機関への襲撃、スタリモストやモスクの破壊などを知りながら本格的な対策を取らなかったとして人道に対する罪に問われた。元ガーディアンの記者エドバリアミーは1993年9月プラクの許可を得て彼の指揮下にあったドレテリ強制収容所を取材しており、 当時ボスニアのムスリムが虐待を受け、餓死し、殺害されていたことを証言する一方、プラ略が直接命じた行為なのかはわからないと述べている。クロアチアの大統領コリンダグラバルイコールキタロビッチは、クロアチア人は、同胞がボスニアで犯した罪を認めるべきだと述べる一方で、クロアチア国民は、プラ略の死を非常に悲しんでいると語った。エクティで、 ドイツ人としては初めて判事を務めた、ボルフガングションブルクは、このような形で、自らの命を絶つのは悲劇だ。我々はこれについて、真っ先によく考えなくてはならないと語り、過去にもセルビア旧進党の設立者ボーイスラブ・シェシェリなど、自殺未遂の前例があったと指摘している。ボスニア・ヘルツェゴビナの大統領評議会のクロアチア人、代表であるドラガン・チョービッチは、 プラリャクは自殺することで自身が戦争犯罪人ではないと証明するための覚悟を示したと語った。クロアチアの首相であるアンドレイ・プレンコビッチは彼の死に遺憾の意を示し、同日に上訴審判決を受けたスロボダン・プラリャクラハボ、幹部6人に同義的不正が行われていると述べて、XT の判決を批判した。また、 プラリョクの担当弁護士は BBC の取材に対し、彼の死は自身の無実を確信していたからだろうと述べ、国際法廷は個人の責任を裁くだけでなく、民族や国家や歴史そのものを裁こうとしていると批判した。ありがとうございます。